ピーの拍手で、アイピーの恒例のめっちゃ難しいクイズ。さあね、ちょっとラフティックに関係ない全く。関係ないんじゃないの？関係ないですね。わあ。なんだよ、じゃあアイピー出して。どうしようかな。じゃあこれが丸で、これバツにしよう。ラフティックだけ。で、皆さんは手でやってください。ちょっと拍手でやってください。拍手で。拍手で丸。バツでやこうか。あ、そうだね、まるバツ。それならラフティックもまあいいや。あの片手だけで統合に、どうしようかな。ちょっと難しいのか普通なのかどっちがいいかな。難しいのでいいよ。はい、どうぞ。あ、全部簡単だわ。いくよ。何のために難しいもの。レオナルド・ダ・ヴィンチ知ってますよね、皆さん。はあ、はい、の最後の晩餐っていうね、映画ね、あれね、国語で言うあれで、テーブルに並んでる食べ物があるじゃん、うん、あれはパンとブドウ酒だけである。丸か×か。知らないよ。知らないよ。雑学だって。せーの。え、×じゃない。丸が、丸がいるね。2人、丸が2人で、矢部さんが丸だ。みんな丸にしようかな。え、やめた方がいいよ。やめた方がいいかな。うそかもしんない。あ、そっかそっか。×の方がいいから。え、だって、ね、だって他にもあるよ、絶対。ご飯、晩餐なのに目玉焼きもあるだろうし。いや、ない。それはない。それはないよ。目玉焼きもあるだろうし。何色？目玉焼きもあるだろうし。あ、目玉焼き。目玉焼き。いや、でも、丸の人、丸の人、正解の反対です。うん、ややこしい。どっち？ややこしい。ちゃんと言おう。イコール、イコール。正解はバツでーす。イエーイ。いや、何があるやん、何が。わかんない。だから、絶対目玉焼きもあるんだよ。なんかね、他にもあったよね。目玉焼きがあるでしょ。そう、シチューみたいな。目玉焼きがある。え、目玉焼きあるの、うん、青色の目玉焼きはなかったけどね、うん、ないでしょうね、それは。なんかチーズとかありそうだな、はい、最初して。ちょっとね、時間の関係上これで終わり。流れで、はい、それが楽しいよ。はい、はい、では、次の曲いきましょう。次はみんなでエビ取りをしましょう。イエーイ。立ってないけどね。Thank you.
張ってる、すごい、ね、大変ゆずり大変じゃあ行ってきます。はい、はい、行ってらっしゃい。あ、待って、そう、そっち、あれ、そっち、どう、お名前お願いします。井上です。井上さん、知らなかったです。知らなかったです。はい、初めて見ました。あれ、何でしたっけ。あれだ、ね、あ、そんな赤いマスクかぶった少年いたかな。いなかった、はい、じゃあちょっとどこから来たか聞いてみる。はい、はい、どこから来ましたか。締め町から来ました。あ、結構詳しいどこかわかんないですね、私は。知らない。じゃあ、よろしくお願いします。知らません、はい、知ってる、わかんないですね。多分、ボリュームセブンには来てなかったよね。うん、知らなかったですね。はい、あ、じゃあ私こっちだって結構長いっすね。これ平安時代の人に違うよ、違うよ。見てください、平安時代の人に似てません。平安時代、平安時代、どんな顔してるんだ。寝ているエリンコ、エリンコの寝顔、寝顔、いや、平安時代の眉毛上がりすぎる。平安時代のこの私はみたいな。歴史は黙ってて、うるさい、そうです、うるさい。じゃあ、開いて、せーの、レッツストッキング。何が出るかな、何が出るかな、テテ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 ということで、はい、はい、これはちょっとした宣伝宣伝かよ告知的な、告知しますね。はい、はい、どう、夏祭り、はい、いや、再来週のラフチック公演は、うん、夏祭りです。ボリューム9点で夏祭りを、はい、やります。イエーイ、イエーイ。ってことはやっぱり夏祭りってこと、夏祭りってことはあるよ、聞いちゃおうかな。確かに夏祭りってことだから祭りだけど、でもちょっと違うかな。いろいろね、そういうね、盛りだくさんだけど、まあ期待な期待な、あ、どういうのがあるんだろう、ええ、着るってまさかって感じの人は来てください。はい、葉っぱ、はっぱ、葉っぱ切るの、葉っぱ、葉っぱ、葉っぱ、隠せるから使うから。はい、はい、じゃあね、気になった方は来てください。はい、はい、じゃあ発表切るので、今日切らないから、切らないから。はい、今日来てくれた人にだけちょっとだけ教えて、教えて、ちょっとだけ、いよいよ何切るかだけ教える。いやね、まあね、じゃあ、じゃあ、もうほんのちょっとだけリンク教えてくれるから、あ、何を教えるの、リンク教えた、一緒に二人で、はい、はい、宣伝をどうぞ。夏祭りってことで、夏祭りってことで発表来て、発表みんなで盆踊りをしようと思います。嫌です、嘘だよ、嘘。あ、どう、ラッツバトルってことだ、うん、ラッツバトルってことだ、ラッツバトルってことだ、ラッツバトルってことだ、あーよーよーい、あーよー、さあ、あの、ラッツバトルってことだな、盆踊りとかしよっかなって感じだから、本当にしない、あ、ごめん、盆踊りはしないの、え、しようよ。だからラフチック温度、あー、いいかも、いいかもね、まさかのさ、まさかのラフチック、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 いや、やばい、いいじゃん、これいい感じじゃない、何を言ってたの、あ、よ、よいんの、よい、はい、よ、よいんの、ラフチック、まさかのさ、初めてのオリジナル曲それ嫌だな、嫌だね。はい、まあ、とにかくね、まあ、さっきのね、誰だっけ、アイピだっけ、アイピとエリンコ、アイピとエリンコのヒント、アイピとエリンコ、ミラベティーノとエリンコのヒントっていうかね、はい、それの参考に、まあ、はい、薄々気づいてる方もいらっしゃると思います。はい、下駄履くよ、嘘、下駄は履かないか、うん、あの、下駄を、まあ、とにかく、とにかく普通の人なら下駄を履く格好、こんな、こんな子供下駄、違うわ。はい、じゃあね、そういう感じだから、竹馬、はい、はい、そういう感じです。なんか盆踊りしたいなって感じだから、はい、みんな来てね。ほとんど中身いってない、いってない。はい、まあ、お楽しみですよ。
夏祭りに関することですの、はい、たくさん集まってくれたら盆踊りするようにしたらいい。では、いろんな人を誘ってください、ね、10人来て6万か8人行ったら、はい、ったらみんなで盆踊りをしましょう。お前も盆踊りしよう。協力お願いしますってことではい、みんな呼んでね。弾いてない人、ラフチックボックス弾いてない人、うあ、いる、あ、一番後ろに、あの携帯扱ってる、携帯扱ってる、あのちょっとだるまさんっぽい。まだ弾いてないでしょ。な、なに、誰まだ弾いてないでしょ。あなた弾いてないんですか。あ、弾きますか。弾きますか。弾くどうぞ。弾けないのか。はい、あ、ちょっと名前とどこから来たか、どこから来ましたか。あ、名前は何ですか。あ、ゆたろです。あ、どこから来たんですか。あ、そうです、天国から来ました。あ、そうですか、そうですか。長い、長い旅のマネージャーが長い旅さ。よくないですか。はい、なんだこれはですね、目が回ってますね、平安時代の人。あ、これは違うの、これ平安時代の人だね、今。さすがに平安時代の人ばっかり書いてないわ。これはエリンコなんだけど、これは目が回ってるエリンコじゃない。誰も言ってないよ、そんなこと。これは目が回ってるエリンコじゃなくって、うん、ちょっと M を発揮しすぎて疲れたエリンコ。どんなエリンコ。はい、もうちょっと開けようか。せーの、レイストッキン。何が出るかな、何が出るかな、テテ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 テン。ダン、夏に見たい絶景。うおお。でさ、ちょっと聞いて聞いて、夏に見たい絶景について話そうと思ったんだけど、はい、夏祭りのことも絡めて話そう。え、めっちゃ宣伝したいの、みんなで盆踊りしたいの。そうだね、お祝いの盆踊りしたいね。大堀花火大会が見たい。何を見てるの。そうだ、ね、来年の。来年かよ。結構先だね。はい、まあ、絶景だね、うん、あとですね、だからさ、星、うん、星、綺麗な星を 見たいよね。福岡に見れるところがあるかな、ね、あ、綺麗な星ここにもあるよ。え、ラフチックの星、ラフチックのラフとチックの間の星。イエーイ。ということはやっぱりラフチック公演ボリューム9-10の夏祭りです。イエーイ。なんでそんな、結構無理やりだね。続きまして、私、あ、アイピーの見たい絶景言って。私はですね、日本三大夜景。おお。長崎と神戸と東京。おお。え、どこ、違う。ああ。長崎と神戸と東京、福岡。そう福岡のラッチック公演ボリューム9で。は？夏祭り。イエーイ。待って、違う。神戸と東京絶対違うから。え？違う。違う。じゃあ、まあ、それは調べてください。次、エリンコの見たい絶景。エリンコの見たい絶景。そうだね。海が見たいかな。青い海が見たい。海？綺麗な透き通った海がいいね。そうだね、綺麗で透き通った海みたいね。同じこと言って。海は、あ、あ、海。海っていう漢字あるじゃないですか。うん、海漢字で書くでしょ。うん、ラフチック公園の公園漢字で書くでしょ。ラフチック公園ボリューム9テーマ夏祭り。イエーイ。本当に無理やり。みよぴち。私はね、あのね、星が好きなの、なんか空とか見るのが好きなの。あれ、みよぴちさっきも聞いたよね。聞いたっけ。そう。ゆりこだ。ミスだー。こいつのミスだー。夏の大三角形。綺麗に、綺麗に見えるかな。綺麗に見えるかな。夏の大三角形、綺麗に見れるかな。そしたら、夏の大三角くのくがラフチックのく。めっちゃ無理やり。ラフチック公演ボリューム9テーマ夏祭り。いや、ちょっとまあ。飽きた。飽きた。もう秋だから、曲でさ、そっか、盛り上げていこう。